はい、皆様こんにちは、竹千代です。ということで今日は開封動画だ、パチ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 ということで、今日はですね、開封動画をしたいと思います。一昨日かな、注文したんですけれども、私の忘年手帳ということになりますね。で、今までこのヘリテージのね、コーチマンジャケットを使っていたんですけれども、今回はこの M5 から M6 に、ミニ6サイズですね、に移行しようと思いまして、ちょっと今回ミニ6サイズを購入いたしました。ということで開けていきましょう。だんだかだんだんだん、あ、一応ね、なんかね、コメント欄でね、なんか皆さんがそのクイズ大会をしてくださってて、そのインスタグラムとか YouTube でもそうなんだけど、で、いろんなね、いろんななんか皆さんね、いただいたんですけれども、結構割と正解の人多くてシステム手帳サロンというのがあれかな、ヒントになったのかな。ということで開けていきます。じゃんじゃかじゃんじゃんじゃーん、じゃんじゃかじゃんじゃんじゃーん、じゃんじゃかじゃんじゃんじゃん、じゃんじゃかじゃんじゃん、うわー、来たー、ビーチャリーター。発音はわからないけど、ビーチャリーターちゃんです。ということで、今回ね、購入したのがこちらのビタリータっていう、アッシュフォードの、まあ新しいね、ラインナップのね、このシステム手帳になります。で、こちらのビタリータは一応種類があって、私が今回購入したのはこの普通のノートタイプね。で、プラスで、あとライフオーガナイザーもあるので、ぜひね、そちらも見てほしいんですけれども、まあなんといってもね、システム手帳サロンでも非常に人気だったね。先行発売になったのかな、システム手帳サロンが。で、その時は、色的にはね、色的にはブラウンっていう、ちょっともうちょっと濃い、すごい濃い色と、あとピンクね、って色と、あとナチュラルっていうのがあって、で、アッシュフォードの中でさ、このナチュラル、私が買ったのはこのナチュラルなんですけれども、このナチュラルっていうカラーってアッシュフォードの中では結構珍しいですよ。結構ね、まあ、いろんなシステム手帳ありますよ。いろんなシステム手帳あるんだけれども、やっぱり、どっちかって言うとやっぱブラックとかさ、ブラウンとかさ、あとはま、それこそピンク、いろんなピンクがありますけれども、ピンクとか、イエローとか、なんかブルーとかね、それありネイビーとかありますけれども、これナチュラル系のやつってあんまりないじゃん、ショードのラインナップで。で、私そのシステム手帳サロンで、こう見たときにね、めっめっちゃいい手帳やーと思ったの。そのシステム手帳スタイルのボリューム7、最新号のボリューム7、趣味の文具箱からのね、編集部がこう作っているシステム手帳スタイルっていう雑誌があるんですけれども、それの最新号のボリューム7で、もうすでにね、そのシステム手帳サロン前にビタリータの情報って出ていたんですけれども、もうそれ見た時にね、もう一発で、うわ、これ絶対素敵なやつやんと思ったのよ。で、案の定そのシステム手帳サロンの時に行った時にね、こちらを実際見たんですけれども、もう非常に人気でしてね、私が行ったのは中盤、中盤の中でも結構前半の方だったんだけれども、もうその時にはピンクが全部完売していて、で、このナチュラルも残り2冊とかだったのかな？で、ブラウンも残り数冊っていうことで、私の場合さ、その時はまだバイブルサイズとかね、そういうサイズを使っていたんで、フランクリンプランナーとかさ、そういうの使って、大きいサイズを使っていたので、今、このね、ナチュラルのこのカラーね、ミニ6サイズを買ったとしても、ビタリータを買ったとしても、M6 すぐ使わないしなっていうことで、その時は見送ったのよ。でも、まあ、私が行った時に、そこでね、いろんな方たちとお話をして、で、そこでもう、これも売り切れたのかな？確か売り切れたと思うんですけれども、そう、そんな人気な手帳になっておりまして、それがね、こちら、ウェブ展開がされまして、で、今は店舗とかでもね、手に入るのかな？手に入りやすい。丸善の丸の内とかもあったような気がするんですけど、定かではないけれども、とりあえず私はオンラインでゲットいたしました。ということで、見てー、すごいかわいい、このね、で、ライフオーガナイザーとさ、すごい迷ったのね。で、ミニ6のライフオーガナイザーになると、なんかさ、こういうポケットとか全然ついてない。ポケットはついてなくて、ぴょーんってなってて、ディープと同じようなね、形になるんですけれども、ライフオーガナイザーとぶっちゃけ迷いました。ライフオーガナイザーになると、多分ビタリータもダブルリングにできんのかな？ちょっと私、その、ビタリータのライフオーガナイザーがダブルリングにできるのかどうかね、差し込みのリングっていうのがあって、それをこっちにね、ポケットの方に刺すと、リング2つでね、リング2つ使いの手帳っていうのができるんですけれども、それが果たしてちょっとビタリータでできるのかどうかね、全然ちょっと詳しく知らないのでわかんないんですけれども、まあそれと迷ったのね、やっぱりいっぱい入る方がいいかなって思ったんだけれども、ただよ、今までさ、こちらのね、ヘリテージのこのコーチマンジャケット13ミリリング、これで
もうこの間さ、もうほんと非常にパンパンに入れてたんだけど、なおね、このベルトってこのホックボタンが閉まるっていうのをさ、発見してからさ、13ミリでも結構いけんじゃねって思い始めて、もうだんだんね、前まではさ、もう絶対ミニ6は25ミリリングぐらいあってもいいのにとか思ってたんですけれども、今はね、全然リング系がこんなね、スマートでも全然いけるっていうことに、もう改めて体感をしまして、だからもう M5 さ、このタイミングで使えてよかった。多分、M5 をこのタイミングでね、この13ミリ系の M5 を使わなかったら、ミニ6で13ミリ系買うとかっていうのは全然もう、毛ほども思ってなかったので、私の場合、入れば入るほどいいと思ってたんで、ただ、今13ミリ系でもたくさん入るよってことで、一応適正収納量としてはね、多分100枚だったと思うんだけれども、100枚っていう話だったと思うんですけれども、あれ？アシフォードの、なんかカードとかになんか書いてなかったっけ？まあ確かに、確か100枚だったような気がするんですけれども、ただ全然ね、100枚以上ね、入ると思います。今ね、ちょっと光の加減とかもあるからさ、ちょっと新しいライトが来たのよ。今までのさ、ライトがさ、ぶっ壊れまして。とうとうね、なんか差し込んでもね、なんか充電のコードみたいな差し込んでも何にも反応しなくなっちゃって、で、アイリス大山のね、新しいライトを買ったので、ちょっとね、それがすごい明るいからさ、実際にこの動画で見えている色と、肉眼で見た色ってちょっと違うと思うし、で、これね、非常にね、オイリーな皮なんですよ。っていうのもなんか、ここにさ、白くなってるの分かる？ちょっとさ、白っぽく、薄く白くさ、なってるの分かるのかな？しばしばの感じ。で、これのね、この表面についてこのオイルが使っていくうちに、もう内部に浸透して、ツヤがめちゃくちゃ出ると。でもほんとなんか非常に軽いですね。これ何グラムだったね。13ミリリングの125グラムですね。あ、で、大事なこと言わせたわ。ビタリータっていう言葉自体がイタリア語だそうで、元気とか活力っていう意味らしいです。めっちゃ良くない？なんか2023年のさ、初っ端から使う手帳としては最高にいいなと思って。多分ね、これね、ビタリータ悩んでる人多分いっぱいいると思うのよ。特になんかピンクとかすごいさ、人気だから、結構ね、迷ってる方ね、いらっしゃると思うんですけれども、ピンクもあれはいい色やで。いい色やで。実際なんかそのさ、私一回ね、そのお店で見たことあるんですけれども、めちゃくちゃいい色です。ただ私はね、どうしてもやっぱりそういうカラー、ピンクとかもすごい好きなんだけれども、どっちかというとこのナチュラル系のね、カラーとかめちゃくちゃ好きなので、ちょっと今回ね、こちらにしましたと。で、これのね、こちらがね、ビタリータはね、オールメイドインジャパンですね。姫路のタンナーだったと思う。姫路さんの牛革か。で、一枚一枚、その手塗りでね、このワックスをね、塗り込んでいるらしくって、そのね、ワックスが内部に徐々に浸透していくことによって、ツヤが出ると。で、さっきも言ったけれども、ノートタイプはこうやってね、ポッケがいっぱいついてます。ここら辺に、ね、名刺入れられたりとか、ここら辺とかなんて多分さ、プロッターのさ、リフィルメモパッドの M5 ぐらいだったらすんなりスンって入ると思う。今あるかな？今ないな。すんなり入ると思うよ。ちなみにハンディピック入らない。さすがにそれは入らないよね。けどこっちには入るのかな？嘘だろ、入るじゃないか。ハンディピック入りました。なんで、ハンディピックこれええな。ってことは、私が今まで M5 で使ってたこのフレームマンスリー、2023年フレームマンスリーね、ここに入れて使えるっていうことやな。まあ、ここにさ、こうやって、挟んでもいいし、そのままここに入れてもいいしっていうことですね。よいしょ。ただここに入れるとギュギュになる。あ、そうそう。今さ、ペンホルダーがグニュって出たからついでに言いますけれども、このね、ペンホルダー自体もなんか直径が約19ミリらしくって、その太めのペン、あ、直径19ミリの太めのペンまで OK。でも見てわかるよね。このさ、だって親指入るで。見てこれ私ね、比較的多分ね、指そんな細くない方なんで、全然なんか余裕だと思う。これどのぐらい入る？ポスカのさ、あ、普通に入るわ。ポスカのさ、なんかちょっとさ、細いやつあんじゃん。ぶっといポスカじゃなくて、普通のこのぐらいの、なんか背高いポスカ。それだったら全然余裕で入ります。こんな感じで。ポスカ刺すっていうね。な感じで、太いね、ペンとかも全然入るので、私だったらこれ003か。003でもあれだね、クリップがさ、ないからさ、落ちるかな。ここギュって締めとけば平気か。平気そうやな。あ、でも出るか。ちょっとそこはね、いろいろ考えなきゃいけないところかもしれませんが、ただこんな感じで003も普通に入ります。なんかもしさ、こういうさ、003みたいなクリップがないやつね、入れたいっていう人は、別途で、何？
ペンホルダーのさ、リフィル買って、それに入れた方がもしかしたら安全かもしれないですね。で、ポッケなんですけれども、ここにね、ワン、ツーってあって、で、リングがあって、もうめっちゃ可愛いね。もうめっちゃ可愛いね。ええー、なぁ。いい匂い。いい匂い。いい匂いや。なんかね、ライフオーガナイザーだとさ、このポッケがない分ね、もっとね、あの、ペロペロしてるの。ペロペロ。ペロペロじゃちょっと擬音が違うか。そうそうそう。もうちょっとね、クタクタしてるのね。そのね、なんか感じがね、なんだろう、ほんと今までのアシュフォードのその手帳では全然なかった。あの、肌触りです。肌触りとこの質感ね。で、このポケットがあることによって、ちょっとやっぱりこっちの方がね、ライフオーガナイザーよりも、だいぶ、なんか、武骨なというか、丈夫なというかね、分厚いちょっと作りになっているんですけれども、それでもなかなかね、なんだろう、こう、撫でたくなるような感じですね。で、私はですね、こういう手帳の場合ね、特になんかそのレザーケアとかは全然やらないです。このオイリーな手帳の場合はさ、本当にやらないことが多いですね。下手にさ、クリームとかなんか変な塗っちゃうと、逆にこのね、せっかくこのオイルがさ、表面にわーってついてるのを邪魔しちゃって、逆になんか白くなっちゃったりとか、あとなんか弊害がね、生まれたりとか しそうなので、私はこういうオイリーなカバーについては、全然レザーケアせずに、自分のその手の油とね、あと摩擦だけで全然いきます。あの空拭きだけとかね、そういうのでいきたいと思っております。でワンツーでポケットがあって、でこのポッケも柔らかい。本当になんだろう、このね本当柔らかさはない。あの他のなんか手帳で比べられないな。とりあえず今まであったアシュフォードの手帳には全然ない感じです、この柔らかさね。たまらん。あ、でもちろんね、なんかこのさ、顔の表情とかはね、オンラインだと全然選べないから、私はね、なんかこう、めっちゃ良くない？超いいよね。なんかこのシワとかめっちゃ好きなんよ。なんかもう薄いな、めっちゃかっこいいな、ほんとね。で、ここにポッケがあるでしょ。ここにポッケがあって1、2、3個ポッケがあって、ここにも、さっきね、ハンディピック入れましたけれども、ここにポッケもあると。で、なんといってもこの背面ね、見て。あの、名刺本とかではおなじみのね、この背面にお札入れられるような感じのポッケがあって、で、ここにさらにポッケが入ってるっていうね。もうさ、ポッケが入ってるじゃん、ポッケがくっついてるね。なんで、いろいろ入れたい放題ですね。このね、あの、しかもね、ベルトとか、スナップボタンとか、じゃないことの利点といたしましては、膨らませることができるっていうのがね、一番の利点じゃないかなと思います。というのもなんかこういうさ、ベルトとかのね、タイプとかだと、やっぱりさ、どうしてもこれ止めなきゃいけないじゃん。だから、いずれね、確実に限界は来るんですよ。ただ、ノートタイプの場合は、どんだけ、ね、中身が膨張しようがさ、こんな感じになろうがさ、ほんとトラベラーズノートと同じで、ゴムバンドとかなんかで止められればいいっていうね、そんな感じの展開になるんで。なんで私はね、ここら辺はね、何で止めようかな。プロッターのさ、プロッターのゴムバンドあったかな？ちょっとそれ見てくるわ。プロッターのゴムバンドがあったかな？プロッターのゴムバンド、あ、プロッターとかノックスとかのゴムバンドか。まあ、どっちでもええけど、よいしょ。試しにね、ちょっと入れてみますね。こっちはプロッターの方ね。よいしょ。プロッターの方、よいしょ。いいんじゃない？いいんじゃない？最悪、ね、まあ、今のさ、まださ、中身入れてもさ、そんなパンパンにはならないから、最悪こうやって止めることもできるし、どっちがいいんだろうね。どういう、何？これさ、でもさ、色あせてんな。新しいの買おう。よし、あとこれ。あれ、こっちがノックスか。ごめん、間違えた。こっちがノックスや。で、こっちがプロッターや。黒がプロッターやね。あ、黒でもええな。ちょっとこれ以外にゴムバンドあるかな。ちょっと待っててね。ね、ゴムバンド、ゴムバンド、ゴムバンド。うん、ないな。これ以外にゴムバンドありませんでした。ということで、まあ、たださ、別にさ、こういうさ、リフィル型の、あの、ゴムバンドじゃなくてもさ、このぐらいのサイズだったら、普通に手帳用のね、ゴムバンドとか、他のさ、それこそあれじゃん。この間、M5 の時もさ、すごい探してて、いろんな方からね、これもええでってコメントいただいた中に、お弁当箱のさ、止めるやつ、その可愛いのがさ、楽天とかアマゾンとかで売ってたりとかするんですよ。それでもいいかもしれないね。ただなんか非常にね、皮、ここら辺とかさ、やっぱ端っことか、このビタリータ自体がさ、柔らかい皮だから、なんていうの、あんまりにも強力な、
このゴムの部分がすっごい強力すぎると、強すぎるとね、多分変にこうって折れ、ディープもそうなんだけれども、変に折れて癖がついちゃうかもしんないから、だからまあギリギリまでそのゴムバンドとかはやんない方がいいかもしんないね。やるとしたらもっとすっごい膨らんで、もうここら辺とかもさ、もうリフィルとかノートとかがギチギチに挟まってる状態でゴムバンドするなら全然大丈夫だと思うんですけれど、思うんだけれども、なんかゆるゆるのね、まだ何も入ってない状態でゴムバンドとかずっとつけてると多分変なこう癖がねついちゃうかもしれないんで、私は別にその癖がついてもさ全然平気な人なんだけれども、中にはさそういう癖付けとかあんまりしたくないっていうね方もいらっしゃると思うので、これはねなんかまあビタリーターだけに言えることじゃなくって、他のね手帳とかもそうなんですけれども、あーレクタングルオルターとかもね、やっぱりそのパンパンの状態でパンパンの状態でっていうか、普通にゴムバンドしてずっとそれやっとくと、普通に皮がね、こう折れていきます。まあ、どんだけやっぱハードな皮でも、ずっとさ、そのゴムでさ、縛り付けられてると、その癖っていうのはね、なりやすいので、そういうのね、気にするよって人は、そこら辺ね、注意してください。ということで、ビタリータさん、これめっちゃええな。これ迷ってる人を買って、た方がええで迷ってる人いたらね、あのライフオーガナイザーもあるから、まあそれもねいいんだけれども、ライフオーガナイザーだとまあダブルリングできるのかどうかわからないが、まあそれはそれでね、また形が全然違います。私はもうシステム手帳サロンで、このビタリータのこの外身、このナチュラルのこの外身と中をパッて開けた時のこのポケットの多さ、この名刺本的なねポケットの多さを見た時に、もうこれはあかんぜよと思って。ちなみに値段言ってなかったけど、15,000円プラスタックスですね。うん。なんで、M5 のヘリテージのコーチマンジャケットよりかは安いかなと。そこと比べんねって話だけどね。なんで、今ちょっとね、これ中身ね、入れていきましょうかね。そう、M6 にさ、よいしょ。ちょっと避け、箱には避けてもらって、今までね、M5 使ってきたでしょ。で、M5 使ってた中で、やっぱ M5 にドハマりしてたからさ、途中でね、M6 に切り替えようかなって思った時もあったの。ヘリテージのコーチマンのさ、M6 とかさ、持ってるからさ、それに切り替えようかなと思って、M6 のリフィルを書いた時もあったんですけれども、その時はね、やっぱりなんかね、しっくりこなく、全然しっくりこなくて、なんか書いてても気持ちよくなくて、結局 M5 ね、結構ずっと長い期間使ってたんですけれども、なぜかね、このビタリータを注文したさ、その翌朝ですね、M6 のリフィル書くかと思って書いたらさ、なあ、不思議なことだね、ほんと、注文した瞬間から M6 がフィットし始めるっていうね。何ですかね、なんだろう、M5 のさ、M5 の精霊が憑依してた状態から、M6 の精霊がやってきて、今 M5 がちょっとどっか行って、M6 にね、今憑依されてる状態ですね。なんで今ね、中身入れていきますけれども、結構書いたのよ。で、M6 のいいところは、冒頭でも言ったかもしれないけれども、M5 のリフィルもね、そのまま使えるっていうのがね、とってもいいところになっております。例えばだよ。例えば、これ M5 のね、リフィルなんですけれども、このリフィルとかも何の加工もせずにこうやって入れることができるので、なんか私みたいにね、このマンスリーそもそも M5 で買っちゃってるよっていう人とかは、もうそのままね、マンスリーは M5 で使ってもいいし、まあ、それ考えるとさ、その M5 のリフィルも見れるし、なんていうの？この守備範囲に入ってくるし、M6 のリフィルも守備範囲に入ってくるし、ということで、結構お得だよね。2サイズ使えるっていうのはね、かなりお得だと思います。あと、あれだ。一つ心配してたやつがあったんや。あのさ、こちらのさ、プロッターのさ、酸欠のリフィルあるやん。これ、あ、これはでもね、5周年のやつだから、ちょっと特別なカラーリングのやつなんですけれども、これがさ、ちょっと M6 に入れてみてどうなのかなって思ってたのよ。ちょっとはみ出て邪魔かなと思って。うん、ペンホルダーを使うならちょっと邪魔やな。結構はみ出たわ。これね、こちらね、酸欠のリフィルなんですけど、多分ビタリータはね、このノートタイプだから、このベルトがついてないからさ、だから余計ね、結構スマートな作りなんでね、結構このぐらいはみ出ちゃうんですけれども、もしかしたら、まあ中にはね、ベルトタイプのものとかだったら、この酸欠のこのリフィルを入れてもあんまりはみ出ないよっていうのもあるかもしれないですね。わかんないけどね。そこら辺はちょっと試してみて。ただまあこれ別にあれだな。ペンホルダーのここを使わなければ、全然別にこのぐらいだったらな、分厚くなっちゃうから気になんないな。ちょっとそこら辺は考えましょうね。よし。
ちなみにね、なかなかね、このビタリータがね、今日の7時半ぐらいにはもうなんかうちのね、市内の営業所で持ち出されてますみたいななってたんだけれども、来たのが4時頃でね。でも今日はその前に大掃除もしたし、もうね、もうめっちゃ気持ちよくなった。もうありとあらゆるさ、いらないものとかをさ、捨てて、窓掃除して、トイレ掃除して、で、2階のフローリング全部掃除して、みたいな感じで、めっちゃピカピカになったんで、今すっげー快適でございます。さらに快適になりました。本当にお部屋ありがとうって感じですね。で、今ちょっと入れていきますけれども、よいしょ。そう、来る前にさ、そう、4時に来たって言ったじゃん。で、それまでさ、めっちゃ時間が空いちゃって大掃除してから、だからね、ようやくね、呪術廻戦ゼロを見ておりました。で、開始22分で泣いてる俺っていうね。サトル相変わらず唇プルプルとかね、いろいろね、感想を書いております。なんか映画とかさ、アニメとかもそうなんですけれども、私は割と感想書きがちですね。なんかもうこのさ、自分がさ、思ったこととかをさ、どうしてもなんていうの、この言葉にしたくて、誰かに伝えたいけれどもさ、誰もおらんやん、その共有できる人が。だから手帳に共有しております。ここのシーンやばかったでみたいなねやつとかを共有しております。ということで、じゃあ最初はこのね7つの習慣のリフィルを入れましょう。一応リフィルのねセットアップは今ねバババババってやりますけれども、ちゃんと後日きちんとまとまったら中身の紹介は必ずします。今はとりあえず M6 のリフィルね、すごくない？昨日から書いてこのぐらい溜まってんだよ。やばない？まださ、昨日、今日とさ、二日だけなのにさ、あとここもあるし、あとここもある。ここのね、デイトゥラブリフィルね。ここら辺とかも書いたやつなんで、あ、まずデイトゥラブリフィルはな、絵日記ね、このジャポニカ学習帳のさ、伊藤屋とコラボしたこのジャポニカ学習帳のリフィルがね、あるので、これはね、ちょっとどこにでも売ってるってわけじゃなくて、多分伊藤屋でしか売ってないですね。なんで、このリフィルはちょっと巻末に入れとくか。今日も書きました。今日はプロッターのね、この酸欠のやつで書きました。あ、それこそさ、プロッターのさ、この酸欠のやつとかさ、ここら辺に全然挟めるでしょ。よいしょ。ここら辺にさ、こういう風な感じで。いろいろまあ、使い方はね、いろいろですね。多分こっちにも入るんじゃね？うん、余裕で入るね。うん、こんな感じで使うこともできます。だからこのぐらいのサイズのメモ帳とかもね、入るので、まあ、いろいろね、試してみてくださいと。で、まずは、ちょっと、デイトゥーラブリフィールを入れて、一応ね、なんかいろいろ考えたのよ。なんか M6 のね、カトリゴリーをどうするかなっていうのはさ、さっきお昼ぐらいで考えたの、こんなね。なんかカテゴリーをさ、今まで M5 のコーチマン使ってた時は、一切カテゴリーをなくしてみたのよ。ただ、今回 M6 を使うにあたって、M6 でしか展開のないリフィルとかもさ、こういうデイトゥーラブとかもそうなんだけれども、M6 でしか展開のないリフィルを、ぜひぜひ記録としてね、ちょっとつけていきたいなっていうことで、一応マンスリーとシール帳と絵日記とデイトゥーラブと大事なことリフィルは、これカテゴリーは全部分けようかなと思っております。あとはもう本当日記みたいなね、形式でやっていこうかなと思うんですけれども、日記を人をまとめにね、しようと思っているんですけれども、ちょっとまあそこら辺はね、詳しいことは、また、後日っていう話ですね。これどうしようかな。まあ、デイトゥーラブ後ろの方がいいか。ある程度挟んどいて、ちょっと後ろにしとこう。あと絵日記ね。ここのさ、間にもさ、カテゴリーのリフィルはね、今後ね、やりたいと思います。ただ今ね、カテゴリーを分けるさ、リフィルがさ、ちょっと見つかんないから、またね、後日やりますが、あと、プラスでさ、あ、リフィル買ったのよ。ただ今回リフィルね、M6 のリフィルに関しては、私結構ね、リフィル持ってるので、今回はとりあえずカレンダーのリフィルと、あとノットフォーゲットのね、横式と、あとハードケースリフィルだけにしました。ハードケースリフィルはなんで買ったかって言いますと、これはね、ほんと、すげえビリビリになったな。めっちゃビリビリになったやん。これは普通になんか表紙にさ、ちょっと入れとこうかなと思って。あ、そうなんだよ。そうなんだよ。そうだ、表紙に入れとこうと思った。だからこのプロテクターあえて買わなかったんだわ。そうや、そうや。ただどうなん？ちょっと待ってね。あー、でもギリギリやっぱり M6 のリフィルだから全然あれか。ペンホルダー、あんまりなんか太軸入れるとちょっと干渉するかな。ちょっと見てくださいね。ここら辺とか、ちょっとね、ちょっとここに当たるから、もしかしたらその太軸のね、丸々太軸のね、丸太みたいな万年筆とかペンとかをここに刺してた場合、ちょっとハードケースリフィルがちょっと当たるかもしれないんですけれども、ただまあ、普通は平気でしょ。ちょっとここにね、ステッカー貼ろう。よし。あ、じゃあプロテクターいらねえな。
プロテクターいらねえや。ちょっと待って、じゃあプロテクター外して、このメモリストのリフィルをちょっと入れとこうね。これ何かっていうと、シークレットリフィル。てか、この中にね、リフィルをさ、例えば見せたくないリフィルとか、あったりとかですね、プライベートなこと書いてあったりとか、そういうリフィルをこうやってね、隠して、目隠しリフィルですね。よいしょ。私はいつもなんかこういう中とかにはウィッシュリストとかね、入れております。あとは本当になんかプライベートの日記とかね、そういうのを入れております。で、最初マンスリーの方がいいか。マンスリーを入れて、よいしょ。ごめん、順番とかさ、今さ、普通に適当に入れますわ。可愛くない？で、この M6 と M5 両方使い可愛くね？めっちゃ変だけど。めっちゃすっきゃねん。よし。で、これと、で、こっから日記ですね。よいしょ。ここがね、ちょっと問題だよね。この酸欠のさ、このリフィルがさ、結構こうやって出るからさ。出るからさ、ちょっとこれは問題やな。まあ、ここをね、ちょっと切ればいいのか。切るか。よし。ちょっと切ります。よいしょ。ちょっと切れば平気やない？平気やろ。はい、平気になりました。すごいね。荒領事が過ぎるよ。こんな感じやってって。だからあれだな。ちょっとカード式のやつで、もうちょっとこのぐらいの幅のやつを見つければいいんだな。いや、絶対にあるはず。ということで探します。で、ここら辺も、じゃあちょっと切りますね。切って、すごい適当に切ってるけどね。めちゃくちゃ適当に切ってるけど。よし。だからここら辺もさ、やっぱりさ、リフィルは必要なんよ。このね、プロッターの酸欠のさ、このリフィルとかめっちゃ便利やから。で、見て。もうめっちゃ書いてるやろ。なんかすごいエセ関西人みたいな。全然私は関東人なんでね。よいしょ。ということで、これがね、日記のリフィルですね。そうなのよ。今回ね、このね、横式のさ、ドントフォーゲットのリフィルさ、持ってねえよなと思って買ったんですけれども、バリバリ持ってました。ということで、書いております。もう、こんな感じでね。そう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 。あ、これはね、昨日あれだわ。なんかすげえね、やばい客が来て。そのさ、やばい客が来た時にさ、いつも私なんかその接客のそのさ、なんか、接客なんですけど仕事が。そう、あんまりね、そのやばい客とか、てか私あんまりその心をさ、揺さぶられるようなことってほとんどないのね。そのすごい変なやつが来たとしても、あんまり心を揺さぶられるようなことなくって、すぐ切り替えられる人なんですけれども、昨日マジでやべえやつ二人いて、で、いつもさ、私がそういう話をする時とかにさ、なんていうか、切り替える時、どうやって切り替えるかっていうと、まあ、例えば深呼吸をしたりとか、大丈夫大丈夫って自分に言い聞かせたりとか、あと楽しいことをね、したりとか、あと他のね、もうそういうさ、人が来た時ってさ、余計他のさ、一般の普通のお客さんがさ、マジ仏に見えるから、そういう風に気を紛らわせるとかね、いろいろ方法をお話ししたんですけれども、もう一つね、私自分でやってたことがあって、昨日気づいたの、これ。昨日気づいたことなんですけれども、そういうやべえやつが来た時、やべえやつが来た時、私変なあだ名絶対つけてると思って、昨日はね、命名したのがね、ザ・ミゼラブル・ババアと、ごめん、ババアってダメだね。ザ・ミゼラブル・ローバーにしとこうか。あと、燻製ドリアンというあだ名をつけました。まあ、これは詳しくは別にね、言わないけれども、まあ、とりあえずそうやってね、なんかあだ名をつけたりとかっていうのもね、ええで、ということでね。あと、私の友達なんかはね、そういう事件にあった場合、そういうことがあった場合、自分の中にお姉を住まわせているって言ってて、そのお姉になんかいろいろ言わせるって言ってた。なんでこんなこと言うのかしらね、みたいな感じとか、お姉口調で心の中で、自分の中で対話するっていうね、言ってました。それはね、それでいい方法だよね。一緒。ということで、昨日もね、いろいろ書いてるね。これが昨日までかな。これが昨日までだな。あと、ビタリータについて書いたメモとかもここ入れて、よいしょ。とりあえず今入れちゃうね。よいしょ。あ、これ、切らなきゃあかんやつや。よし。ちょっと切って、よいしょ。切りまして、で、ここに入れて、もう別にここでもここでもどっちでもいいんだけどさ、上でも下でも。よいしょ。入れて。まあ、いかんせんさ、M6 のリフィルってさ、種類が多いからさ、めっちゃカラフルだよね。うわ、なんかもうすでに可愛いんだけど、見て。これ M5 のリフィルから始まり、こういう風にね、やって、こんな感じでね、こんな感じやって、よいしょ。で、相変わらず片面筆記ですね。こんな感じでね、いろいろございまして、よいしょ、よいしょと。で、こっから27日か。27日になって、今日ですね、今日のリフィルになっております。こんな。
よいしょ。これだけで、これ、この横式の Don't Forget だけ両面で書いております。あとはメモでしょ。これメモリストのリフィルですね。で、これはノックスでしょ。もう色とりどりだよね。で、こちらが絵日記ね。で、こっからがデイトゥーラブリフィルになっております。これが今日のやつね。という感じで、とりあえず、あ、これ7つの習慣挟むの忘れたわ。あ、7つの習慣ここに入れときゃいいのか。よし。え、めっちゃ良くない？ちょっと待って、めっちゃいいんだけれども、このセットアップ。で、今のところまだね、こんな感じで薄々になっているんですけれども、ここに、その、don't forget じゃない、don't forget じゃねえや。メモリーフ。ちょっと待って。あった。ここのさ、アシュフォードのさ、メモリーフライトっていうのがあって、これライトのやつはさ、ライトって書いてあるやつは、トモエリバーのね、リフィルなので、紙質がね、めちゃくちゃ薄いんですよ。よし。ちょっと待ってね。ここにね、よし。これ、全部メモリーフかな。なんか半分さ、自分さ、違うリフィル入れてるな。これ普通のあれだわ。無地のリフィルだわ。こっちがメモリーフライトだわ。このぐにゃぐにゃの柔らかい方ね。じゃ、これをちょっと入れときまして。で、いつでもね、書けるようにしておくと。よいしょ。はい。で、こういうトモエリバーとかのさ、薄いリフィルの何がいいかっていうと、例えばやっぱりこういうね、リング毛が小さくなれば小さくなるほど、やっぱ枚数が挟めなくなるから、といってさ、いろいろ書きたいじゃん。いろいろ書きたいし、そのやっぱり、めっちゃ書くからさ、一日に何枚も書くと、すぐさ、一週間とかさ、二週間とかでパンパンになっちゃうのね。で、その入れ替え作業って結構かったるかったりするじゃない？その手間をできるだけちょっと減らそうっていうことで、今回、このメモリーフライト、一番薄いね、トモエリバーのペランペラのね、このリフィルね。まあ、ペラペラですけど、丈夫です、トモエリバーなんでね。このリフィルを一応この日記とかのさ、メモ帳代わりにして、中に入れときたいなと思って、こう入れました。まあ、今まで小口ローズゴールドとか、小口シルバーとか、入れてたんですけれども、まあ、それよりもちょっとね、薄い紙でいっぱいにして、あとなんといっても私ね、トモエリバーをさ、こう1ページうわーって書いた後のさ、ページのさ、めくり音が好きなの。ちょっと書くとさ、なんていうの、なんかもうちょっと違う音になるじゃん。なんかわかるかな、このほぼ日使ってる人とかさ、わかると思うんだけれども、ちょっとめくり音がちょっと違ってくるじゃん。それを体感したくて、今回はこのね、メモリーフライトをメインに入れようと思い入れてみました。でもまだ全然入るね。まだメモリーフライト100枚ぐらいは余裕で入ると思うんですけれども、とりあえず今のラインナップはこんな感じですね。あとはこっちにハンディピックね、入れて、まあ、ハンディピック別にここにさ、ここにパッて入れてもいいし、普通にここにね、挟むように入れてもいいしっていう感じなんですけれども、もう使い方が無限大よね。ここにさ、なんかやっぱベルトとかがないからさ、いくらでも膨らませていいしさ、それに何よりね、やっぱこの M5 と M6 のこの組み合わせでリフィル使うの可愛いね。たまらんわ。ということで、今回ね、購入したこちらのビタリータちゃんなんですけれども、とりあえずアシュフォードのオンラインストアは、確か28日の午前10時頃までの決済完了分だったら年内に届くのかな。まあそれはね、ちょっと地域によってもさ、やっぱり今、大雪が降ったりとかさ、いろいろあるから、ちょっとそこら辺はさ、定かではないけれども、もうそこら辺も含めてね、アシュフォードのオンラインストアを今一度ね、見てください。そしたらちょっと、ね、いろんなね、発見があるかもしれにゃんです。このカレンダーリフィル、やるの忘れたわ。これをやんなきゃあかんやろ。よし。これどこに貼ろうかな。わ、どこでもええな。あ、ちょっとこの M5 と M6 の境にやっとこうか。よし。と、まあ、こんな感じで、今日はね、ここまでセットアップまでちょっとやってみました。ただ、改めて、このセットアップについては、いろいろね、やっていく中でさ、もうインデックスバタがかなりできておりますけれども、やっていく中で、カテゴリーをね、ちょっと変えたりとか、あと、そのインデックスシートをね、使って、ちゃんと明確にね、分けたりとか、いろいろやったりとかね、すると思うので、そちらもまた合わせてね、別の動画で説明したいなと思っております。ということで、今日は開封動画でございました。ではまたね、このビタリータちゃんと共にね、手帳タイムをね、今後またやっていくので、よろしくお願いします。ということで、今日も見てくださりありがとうございました。ではまた明日お会いしましょう。バイチャー。